自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はまた、編み物のビデオを上げていきたいと思います。私の場合かぎ編みが多かったんですけれども、今回は棒編みのもので、紹介していきたいと思います。作ったのはマフラーです。とってもとても簡単にできます。そして、柔らかくて暖かくてこれからの季節にねぴったりだと思いますので、私もそうなんですけれども、棒編みの初心者の方はぜひ一緒に練習してみてください。使ったのはこちらの毛糸です。とても、美しい色のグラデーションが特徴的な毛糸なんですけれども、パラッツォのカラーというタイプですね。こちらですね、中心から色を使っていきたいと思うんですけれども、このように色が移り変わっていくよというふうに見本ですでにね色が、見せられております。 100g に 180m ありまして、だいたい 7mm から 10.5mm のものを使ってくださいというふうに書いてあります。少しねちょっと太めの毛糸になるんですけれども、で、今回はねさ、冒頭でも言いましたけれども編み棒を使っていきますが、このようにループがついたものを使っていきます。その分この編み棒の部分はちょっと短くなっているんですけれども、だいたい80センチぐらいあります。でこの、ループですねを全部作り目で埋めていきたいと思います。だいたいですね80センチ ×3 の240センチを測りまして、で、これだけ測っておいたら、とりあえず横に、どけておいてですね。で、ここから始めていきたいと思います。このぐらいですかね。まず左手にこのようにぐるっと巻きつけていただいて、こんな感じでプレッツェルみたいなね、形、ハートみたいな形になります。でそこに針をこのように差し込んでもらって、ギュッと引っ張ると編み棒にこのように結びつけられます。でそしたらこのように親指と人差し指で V の字を作っていただくんですが、こうやって持ってもらって親指の側から下側から編み棒を差し込んで、人差し指側の紐を取ってくる。これを繰り返していくと作り目ができていきます。これはいつも編み始める時の基本ですので、ぜひ、練習していただいてスッスとできるようになりましょう。慣れると多分考えずにねできるようになると思うんですけれども、こんな感じで作り目が出来上がっていきます。さあこのループぐるっと作り目で埋め尽くされるまで作り目をしました。さあでは、右手にこのように糸がくっついている方の側を取っていただいて、で左手で糸を持つと。で一つ目に差し込んだら後ろから糸を取ってきて、でその次は裏編みですから下側から差し込んで糸を取ってくる。で左側から差し込む、右側から差し込むと。これが表編みと裏編みです。交互に編んでいます。でこれをぐるっと一周編んでいきます。
表、次は裏、表、裏、表。で、そうするとこの下側に模様が編み上がっていきます。ではぐるっと一周編んだところがこのこうなります。でこのループこういうふうにちょっとくるまってしまうんですけれども、これは問題ありません。で今ちょうど一周戻ってきたところなんですけれども、最後裏で終わりますので、一つ目はまた表で始まります。で特にですね、この段の終わりのようなものありませんのでわからなくなりますから、この一番最後の目にマークをつけておきます。このようなね、マーカーと呼ばれるものをつけておくと、どこが段の始まりか分かりやすくなりますので、とても便利です。でまた、裏表と交互に編んでいきます。でこれをですね、全部の毛糸で繰り返していきます。でまたちょっとね、段が編み上がったところでどんな風に模様が入っているかをお見せしていきたいと思いますけれども、この表編みと裏編みを繰り返して交互に、編むとどんな風な模様が入るか皆さんにお見せしたいと思います。さあでは少し段が進んだのがこんな感じです。このようなね、 V の字のような、まあ、三つ編みのような、ラインが綺麗に入っていきます。でこの沈んでいるところは、裏編みでして、で裏側もね、同じ編み、同じ模様が入っています。で表と裏の模様がこのように、縦にね、列に分けられたような形で編まれております。でこれがずれるとですね、ちょっと模様が壊れちゃいますので、それだけずれないように気をつけてください。さあ、では毛糸を全部使って編むとこのぐらいの、太さになりました。残りこのちょっとですのでね、一周するには難しいかなと思うところでやめておきましょう。で一番最後はもちろん伏せ止めをしていきな、いかないといけませんから、今からそれをお見せします。表で編んで、でその手前の1個前の目で今の目をくぐらせます。これ伏せ止めと言いますけれども、そうすることで終わることができると言いますか、最後終わりますね。次裏で編んだらまたくぐらせると。でここね、終わっていってるのがわかるでしょうか。でまた次表で編んだらくぐらせると。よいしょ。でこの、一番最初と今のところがね、どんどん空間が広くなっていっているのがわかると思います。また思って、くぐらせる。ちょっと私もね、編み棒、棒編みの方は初心者ですので、スムーズではないですが、皆さん一緒に勉強していきましょう。さあ、一番最後の方に差し掛かっております。裏編みで編んでくぐらせる。よいしょ。で表で編んでくぐらせる。で
で、これ一番最後の目ですから、毛糸を切ったらそのまま引っ張って毛糸全部くぐらせてしまって、でここですね、一番最初のところまで戻ってきたのが分かります。でそうするとですね、最初の作り目と同じような感じで、こうやって V の字の模様が一番縁に入ります。でちょっとですね、まずここでかぎ針を登場させて、次の目に毛糸を誘導したら、これ一つ目の目ですね。で、今出てきたところの目にもう一度戻します。そうすると、最後もこの V の字の模様に揃ったのがわかるでしょうか。この最後の、始末をしてあげることで、どこが始まってどこで終わったかがわからないぐらい綺麗に、ラインが揃うことになります。でもちろん一番最初と最後の紐は、中にね編み込んで始末してください。さあいかがでしたでしょうか。初心者向けの表編みと裏編みを練習するにはちょうどいい、マフラーだったんじゃないかなと思います。でこのビデオ気に入っていただけたら、いいねしてもらえると嬉しいです。そしてチャンネル登録もお願いします。